ラミンバイ。今日はゼロプリの皆さんとコラボ動画になってます。でちょっとねコラボということで私 YouTube 初のドッキリを仕掛けたいと思います。わーやばいやばい。やっぱ一人じゃねドッキリってなかなかできないじゃないですか。こういうねコラボの時にやりたいなっていうのがすごいあってついに仕掛けちゃいます。ゼロプリの皆さんにクリスマスシーズンの憧れの恋愛について語るという覚悟でお話ししてるんですけど、その中で私がやばい男性の方と付き合いたいと言っていたらどういう反応をしてくれるのかという検証ドッキリを仕掛けてみたいと思います。さっきゼロプリの方の動画を撮ったんですけどめちゃくちゃ優しい方だったので大丈夫って言ってくれるのかなと思いつつ、逆に私もっていうもしかするとそういう暴露系も出てきちゃうかもしれないのでそれが楽しみなんですけど、早速ドッキリ仕掛けていきたいと思います。それではスタート。あやみんバイ。今日はゼロプリの皆さんに来ていただきました。せーの、ゴテンレイザプリンセスセシルモモハオチコーン。感謝です。いやなんかこんなコラボするの初めてなんでちょっと新しい感じ見せれたらなって思って。かわいくないじゃん、こんなテンションとかすごいみたいになってるよね。やっぱり動画公開されるのがクリスマスシーズンなので、うん、クリスマスの憧れの恋愛についてみんなで語りたいなと思います。はい、お願いします。じゃあまず一人で盛り上がらないでみんなのタイプとか知りたいかもです。もしかしたら男性の視聴者とかいます？あれ狙おうとしてる数少ないかもですけど8人くらいなんで、ならちょっとそこに向けようかな。ここ先もその目ちょっと閉じながら言うのやめろ。ほんと見えてないのよそれ。面白い人同感同感わかります。面白い人は面白い人あとでも一緒に行ってこう落ち着くとか、なんか、うん、やっぱ大人な感じがある人は好きです。あ、大人が好きなんだ。ちなみに何歳上とかあるんですか？確かに。全然10個上とかでも。お、余裕がある人が広がりましたね。でもね、最近気づきました。余裕ある人は遊ぶっていう行動に出るんですか？違うんですよ。なんかもう遊び終えたみたいな。よく言うじゃないですか。あ、これ多分複雑ですよ。恋愛できないタイプだ。歌を上手い人とか、うん、ダンスが上手い人とか、なんかそういう何かがめちゃくちゃ上手い人結構惹かれちゃう。はい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 。才能に惹かれるタイプだ。そうです。もうそこ見ちゃうと、あ、やば。おんちゃんは？じゃあ、じゃあもう行きましょうか。理想の、はい。なんかタイプ喋ると永遠いけるから。そうそう、イルミネーション見に行きたい。そう、イルミネーション見に行きたい。白い煙とか出してあったかい飲み物とか飲みたい。ああとかやって。でも私は一緒にクリスマスソングを作って歌いたい。作って歌いたい。そうなんですよ。作りたいんだもん。作って。なんかまだカラオケとかでもなんか一フレーズだけでもいいから、すごい願望でした。ちょっと叩かれる気持ちで言うけど変わってるよね。いやいや、でも本当にそんなことはもうめちゃくちゃ変わってると思う。いやいや、さすがに変わってるよね。変わってるよね。理由があってというか、いやでもこれ使えるの使えない。まあ、編集すれば。いや、なんか何を言い出す気なの？怖くなってきたかも。私が2年前、18歳の時とかに28くらいの人と付き合ってて、ちょうど10個差で、なんかその方がバンド系のやってる。あらまあ、ちなみに何の来た。最近二十歳になって、で一応 LINE があったんで、あ、来たんや。来たんですよ。で、この間ちょっとだけ会って、あ、でもいやでも大丈夫ですよ。そんななんか会っちゃって、普通にタイプだったから付き合ってたんで、まあ、やっぱかっこいいなって、なるやんね。で、まあ、いろいろお礼でこう怒ってあげたりとかして。あら、すごい。でもう一回会って、ねえ、会いすぎだって。まだ引き
引きずってるよね。だってな、好きなタイプの年齢言った時にさ、うん、10個って答えてるってことはまだ忘れられてないよね。しかも一緒にカラオケでワンフレーズだけ変えて歌いたいって、もうその人やけ。確かにこんなん言えないよね。言えない。多分もう言えない。アリナさんには知ってるから大丈夫。あんま声想像できる人いない。え、かわいい。かわいすぎる。これ動画や思ってない。カフェや思ってる。じゃあお金は基本的にあやみんが払っていく形になるんだ。でも どうなんだろうな。ちなみに騙されるタイプだ。ちょっと騙されてるかな。騙されてはない。騙されてはないけど、疑う気持ちをあやみんちゃんは恋愛に対して持つべき。確かに。じゃないと傷ついちゃうから、自分が一番、うん、本当のことが分かった時に、うんうん、付き合ってみてもいいと思うけど幸せにはなれなそう。急に最後飛び出した。なんか最終的にね、最初は多分めっちゃ好きから入るけど、徐々に付き合ってったら多分ね、好きなうちは何言っても変わりません。やっぱ自分で気づいて成長していかないと。そうなんだよな。マジでそう、じゃあもう本当付き合ってみてこいつやばいかもと思ったらもう報告して、あ、そしたらすぐに助けに行く。あ、助けに行くみたい。ももちゃん急に。え、会うまでは大丈夫ですか。いやでももう多分会うじゃん。ここネカフェじゃないですよ。もう多分満喫じゃないですよ。今日 あの動画のタイトル、冬の恋愛のエピソードなので、すいません、すいません、脱線にも脱線が。そう、電車事故ってます。ガガガガガガ言ってるから。逆にないんですか、そういう経験。いや、ないわないわ。そんなどんな話で繋げ方やねん。ないですか、そんな経験。大丈夫か。あ、でもなんかここ全部カットですよ。全部ここ全部。好きなうちで自分が満足してるうちはそのままでいいね、うん、そのお金払って自分が苦じゃなかったら別にそれでいいし、うん、それが苦に変わり始めたら自分の決断する時が来たって思うだけで、うん、今はシンプルに楽しめばいいと思う、うん、そのキュンキュンさを。おー、大人の意見。いや、2個しか変わらん。確かに。忘れないで、一緒に歌いたいってやつ。あ、すごいすごいすごい。聞いてた、聞いてた。お父さんが喋るさ、なやみちゃんが。周波数合ってないかもしれない、私の声と。いやでもずっと思ってました、心地いい声で。寝る、寝ようとしてる。寝ようとしないで、お願いだから。作りたいってすごくない、うん、確かに、私どちらかというと歌疲れたら弾く。え、もう弾く、うん、なんかどうする、彼氏がさ、ちょっとここ座って、君に作った引き出したら普通に弾く。それ、なんかどういう顔して待っとけばいいんやろってなる。確かにね。でもそれかっこいいと思う。え、嘘でしょ。やっぱ変わってるよ。え、どう、もうなんか大丈夫ですかね。え、今どれぐらい撮りました。曲作るのが、曲つなげられるのが好きで、元からの部分を一回切って、ごめんなさい、つながるつながる。はい。はい、ということで、締めようとしてる。締めようとしてる。はい、みんなの、クリスマスの憧れ恋愛について一体喋ってもらいました。なんか、かわいい妹見てるみたいになっちゃう。守ってあげたくなる。はい、ということで、今回の企画は、はい、私がダメな男と付き合いたいと言ってたらどういう反応するのかドッキリでした。どういう反応するのかドッキリでした。待って、怖いねんけど。もうやめてよ。ドッキリです。あのさ、ねえ、ちょっとめっちゃつなぎ目考えてたけど。あー、確かに。ごめん、めっちゃさ、確かに。今何分ですか。私、頑張って戻して これやったんだけど。やめてくれる。うち後で LINE 教えてって言おうとしてたの。助けに行くよとか言おうとしてた。恥ずかしい。いやいやいや、全部嘘です。私そんな恋愛したこともないし、しようと思ってる。ヤバ女じゃん。だってそんなん言っていいのと思って、うん、会ったこともない初対面の私らに。そうそうそう、そう、そう、回ってるし、それペラ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 、いろいろ考えてた。よかったですね、そうだった。よかった、失敗な恋愛はしてほしくないよ。え、信じてました。めっちゃ信じてた。ヤバ女じゃんと思って。ヤバ女じゃん、めっちゃ伝わってました。ヤバ女じゃんって。ヤバ女じゃんって話しててすごいヤバい女だなって。え、ヤバ女だった。え、マジでヤバ女だと思った。私らにさ、え、でも皆さんもそういう恋愛ないですかって声をかけてきた。やばい、あぶねー。わっちゃん、こっちが喋るとこやった。あぶなー。一気に大成功ということで、わかりました。ゼロペンの皆さんがすごい優しかったです。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひコラボお願いします。ぜひ。楽しかったです。楽しかった、めっちゃ。次は素でお話ししたいですか。素じゃなかったってこと今のも。怖すぎ。確かに。
バイバイ言うてるやん。バイバイ。バイバイ。バイバイ。すごいな。ひとえに恋して、ひとえに愛して、かわいい口は。これホームビデオ。うわ、うまい。うまい、うまい、うまい。ありがとうございます。ありがとうございます。え、でもちょっと相談してくれて嬉しいなって思ったのに。え、それが初対面で。ちょっと嬉しかったな。心開いてくれたんかなって思った。一瞬で開いたなと思ったけど。しかも撮影中、バコーン開いて。バカーン。バコーン開いて。